ちなみに無限、前田大然さん、北朝鮮戦で永遠に走り回っていた件。前田大然、髪伸ばしたらもっと上手くなるのくさ。南の部屋になる頃には10番つけてそう。こいつの運動量怖いぐらいすごいな。今の代表、足が止まっている選手はほとんどいないけれど前田大然の運動量は桁違い。浅野選手と前田選手の足ターボついてるん。前田選手がパツキンにしてたから最初わからんかった。スピードに隠れてた足元の上手さが突然如実にあらわになってみんな驚いてるのくさ。前田大然すごいスタミナだな。攻守に渡って起点を作るし足が速い。テクニックも見せた。前田のスタミナがゾンビすぎるのよ。前線からのプレスが効いてた。解説でも言ってたけどコースの限定だけじゃなく取り切れるのは素直にすごいと思う。イラン戦で苦戦したロングボール放り込みへの対策がちゃんとできていたな。前田の前線からのプレスが効いた試合だったわ。髪の伸びた前田大然は案外テクニカルでびっくり。にしてもサイドアタッカーだけはタレント豊富ですな。良い意味でも悪い意味でも。前田と田中青いシーン多かった。北朝鮮はファウルが怖い。アウェイはもっと厳しい戦いになりそう。前田大然と見られる男は草。あんなドリブル上手かったの見たことないし、こいつ偽物か？